どうも。今日はこんなところに呼び出したのはちょっと事情があって、今度、井上さんっていうここでちょっと有名な昔有名だった方が、あの村にねバスを走らせてたあの男ね。そうなんですよね。うん、まあ、我々の間ではもう知らぬものはいない。そうそう、伝説のスワイパーにバスを運行させてた男なんですけれども、Xさんもそのバスには乗ったことがあるんですか？ありますね。やっぱり当時すごい話題になって、話題になってました。でスタートがキャピトール近くの、あのツーちゃん食堂っていう、はいはい、どうしようもない食堂があってそこがあのスタートで客層はどんな感じだったんですか？客層は最初日本人だけだろうなと思ったら、はい、意外とこう白人さんとかも、白人さんとかも、はい、ケトーも井上さんっていうのはあの村に掘ったて小屋みたいなのを一軒借りてたそうですね。うん、そうそう、龍の家を借りてたとか買ったんじゃねえかな、小屋とか買ったんですよね、とかあるかな、通称井上ハウス、そうそうそうっていうんですけれども、あのどんなところだったんですか？私行ったことないんです。もうね、一時期にはね、まあ見た感じ日本だったらゲゲゲの鬼太郎ハウスだね。ああ、掘ったて小屋のもうね、夜の運動会の時、そうそう、夜の運動会ね、もう窓はあのビニールみたいのでこうね、ビニール窓がないんだよ。だからそれこう橋のほらあの木の格子みたいなね、あの時代劇に出てくるあんなような家ね。よく木こりがよく山小屋でね、ちょっとやるようなあんなような小屋ね。初めて DJ がこう行った時どう思いました？その家を見て。いや、びっくりしたね。こんなところに日本人が住んでるじゃないですか。なんか噂によると随分やってることの割には腰が低い方だったみたいで、そうですね、やっぱなんかこう人柄がなんかこう現れて、本当にあったかい感じ、あったかい感じでしたね。なんかこう万人を受け入れるっていう天性のものですよね。もういい悪いはこう問わなく、そうですね、人間を受け入れるっていう感じの温かい方だったみたいな、はい、話をちょっとだけ聞いたことがあるんですけれども、相当いろんなこう国際機関とかからマークされて、本人そんな悪そうには見えないんですよ。いや、悪そうには見えない、やってることありませんだよね。そうだな、あいつから昔に取ったセーラー服変えそうかなと思ってよ。乗り込んで、やっぱり井上さんがこう運転してたわけです。で、井上さんも疲れてたんだと思うんですけど、はい、運転始めてもう5分ぐらいで、あっとかって言ってあの若々しい声で何かあったらもうガタンって車がこう傾いて、あの速度に落ちたんですよ。まあね、まあ俺のね、ちょっとあの普通の一般の方だけど、まあ興味ある人はぜひ来てくださいよ。面白い話もいっぱい聞ける。面白い話ね。普通じゃ聞けないような ね話をね、一生夢に出てくるような。そう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 、うん、普通ね、こんなね、ジャイカとかなんだかこれからビジネスとかね、成功した社長の話よりかよっぽど俺の方が面白いから、面白くてためになる。そうそう、みんな来てんだよ。みんな来てる。